バランスを取るのってとっても難しいんだね。人間サイズでも難しいのに、僕は18メートルもあるからなおさら大変。石井さんもどうやったらいいかすっごく考えてくれたんだ。地面も結局平らなようで平らでなかったりとかするし、あとはロボットの足の位置も、きっちり正確になってるわけじゃない。要はたわみとかガタとかで少しずれてたりするので、それに対して、どう補正するかみたいなところが難しいんですよね。 G キャリアがあるので、 G キャリアの車輪の四角形の中に重心があれば問題ないんですよ。僕の足元は四角形になっていて、この中からガンちゃんの重心が外れないように設計されているんだ。僕もできることなら自分で歩きたいけど、今の技術では僕が歩くのは難しい。でも G キャリアのおかげで動けているんだ。まさしく縁の下の力持ち。高さ17メートル、重さ140トン。僕がガンダムを上下前後に動かしているんだよ。みんなに近くでガンちゃんを見てもらいたい。安全性も考えるとベストチョイスだったんだ。ガンちゃん、 G キャリアの次回予告。次回は関節と筋力、かっこいい動きの秘密が分かっちゃうんだね。お楽しみに。バイバイ。